第1回は、生まれは日本、育ちは香港、香港在住歴40年以上の日本語はちょっとおかしな健太がお送りする香港健太チャンネルです。このチャンネルでは、香港の三面儀式ニュースや、香港に住む日本人の方々に何か役に立つ情報が配信できたらいいなと思って、毎週月曜日から金曜日朝8時半までに配信できるように頑張っております。では早速やっていきましょう。さあ本日5月29日月曜日です。現在時刻6時52分です。本日最高気温33度、最低気温25度で晴れです。降水確率 20% なので、まあ、傘は必要ないかなと思います。またね、台風が接近はしてきているんですが、すごい強い台風ですねが接近してきているんですが、そうですね、台湾、香港到達前というよりは台湾あたりで、U ターンして、日本の方に向かってしまうので、こちらの方に来る心配はないかと思います。また今週もね、まあ、ずっと暖かい日が、今週いっぱいずっと続きそうですね。なので、まあ、傘は必要ないと思いますが、ずっと暑いので熱中症対策とかですね、そうですね、水分を多めに取るとかね、そういったのを気をつけて過ごしていただきたいなと思います。以上、天気予報でした。続きまして、コロナ感染者数やっていきたいと思います。昨日の香港での感染者数は471名でした。またコロナによる死者は17名です。続きまして、香港ドル日本円相場やっていきたいと思います。現在の1香港ドルは17円97銭でした。続きまして、ビットコインの価格やっていきたいと思います。現在時刻6時55分です。ビットコインの価格は2万8000トンで92ドル17セントでした。さあ今日もゆるっとニュースやっていきたいと思います。まずですね、香港国際空港に新型のコンビニができましたという件と、あとですね、中朝島の映えスポットを紹介したいと思います。まずですね、香港国際空港に新型のコンビニ、最新技術を使ってシームレスに買い物が行えるコンビニができました。しかもですね、このコンビニ24時間で動いているので、深夜便とか使われる方ね、もう深夜になるとね、ほとんどのお店が動いてないと思いますが、この、お店は24時間、無人で営業しているので、いつでも利用できるということでですね、4月の27日にスタートしたようです。で、場所はあのスカイブリッジの入り口ですね、24番ゲートの近くです。確かね、新しくできたね、なんかこう島の方に渡る、橋がねあるんですけど、島っていうんですかね、あのなんか、一つ孤島のゲートがあるんですが、そっちの孤島のゲートに、渡っていくための、大きな橋っていうんですかね、建物と建物をつないだものがあるんですけど、それの、ゲートの、メインの方ですねの近くにあるみたいです。800スクエアフィート80平方メートルですねの空間を確保して、グラブ&ゴーっていう体験ができるということでですね、とてもね、素晴らしい取り組みなんじゃないかなと私は思います。まあちょっとね、見た目はダサいんですけど、そうですね、近未来をイメージしたらしいですね。で、まあ、AOT の技術を使って、利用客がどういう風に歩いてね、どこで物を取ってね、なんていうのをね感知して、自動的に決済を行うという形になってるみたいです。置いてあるものはね、まあ、お菓子とかインスタントラーメンとか、その他ね、充電コードや充電器、あと文房具や化粧品、お土産などが、置かれているみたいです。 あと、紙パックのジュースや 缶ジュースですね、いやペットボトルなどね、様々なものを置いているとのことなんですが、かなりね選択肢も多いみたいなので、もしね、あの夜中に空港を使われる方いたら、ぜひ一度使ってみるといいかもしれませんね。で、この、最新型のコンビニはですね、一切ね並ぶことが必要ないらしく、仕組みとしては入り口でクレジットカード、タッチ決済対応のねクレジットカードをタップして店内に入ります。で、店内のあちこちにね設定されたセンサーによって、何かその物を取ってね、カゴの中に入れていくと、自動的にその人がそれを購入したという形で、どんどん加算されていく感じですね。
で、出口を出ると、自動的にクレジットカードから決済されるという形です。で、出入り口のところでね、領収書をもらうことができるので、これ必ずもらった方がいいと思います。間違ったものをね、買ってないのにね、お金を取られてるなんてこともあると思うので、必ず行った方がいいのではないかなと思います。またね、店内でね、誰かに渡したりとかね、受け取ったりっていうのはね、なるべく行えないようにした方が安全かと思われます。なんかね、もう本当いろいろとね、トラブルの元になると思うので、そうですね、なるべく一人で入って一人で買い物をして一人で出てくるぐらいの感じで利用するのが安全かと思います。一応ね、トラブル対策のためにサービススタッフが常駐しているというふうに言われてますが、まあ往々にしてね、常駐スタッフいなくなってたりね、見つからなかったりするので、気をつけてご利用ください。まあ、ただね、こういった無人で24時間働けるっていうのはね、本当に夜中のね、使えない何もねない時間帯とかにね、そういったところで買い物ができるとね、すごい大きいことなので、ぜひ頑張ってもらいたいなと私は思いました。またね、こういった形式のコンビニが今後街中にも増えてくるんじゃないかなというのは一つ、楽しみにしています。さあ、続きまして長州島の映えスポットを紹介します。長州島のマンタオ祭りが先週末に終わり、なんか祭りの様子がね、すごいネットに上がっていて、面白そうだなと思ったので、次回は、まあ、見に行ってみようかなっていう感じに今思ってます。今までね、多分ね、人生で一度ぐらいしか行ったことないので、そうですね、もう一度ぐらい行ってみたいなと思っているんですが、まあ、そんな中ですね、長州島のおすすめスポットが一つ紹介されていたので、紹介させていただきたいと思います。そのね、場所はですね、概要欄の方にも貼っとくんですが、ラブロックっていう2015年に始まった、まあ、なんていうんですかね、多くの、ね、カップルがね、永遠の愛を誓いにね、願いを込めてね、なんか南京錠っていうんですかね、あれをですね、つけていったり、なんか、エマみたいなやつもつけてるので、まあそうですね、そういったところですね。もちろんね、シングルの人、要は、独身の人や、まだパートナー探してる人がね、パートナーが見つかりますようにみたいなことをね、書きに来るっていうことも結構あるみたいです。で、動画とかね、映像で見てると、なかなかの映えスポットなので、まあちょっとね、写真を撮りに行くっていうのもね、面白いんじゃないかなと思いました。結構ね、人気スポットになっているらしいんですが、といってもね、写真や動画で見る限りそこまですごいたくさん人がいるわけではないので、そうですね、そんなにこの気兼ねなく訪れられるところなのではないかなと思います。まあ、長州島がね、船でしか行けないところなので、車とかね、バスとかタクシーでさっと行ってさっと帰ってくるわけにいかないので、まあ、そういうのもあってね、そこまで人がね、集まっていないのかなと思います。もう数箇所ね、長州島でね、面白そうなところを見つけたら、そこを巡る旅なんていうのをね、やってもね、面白いんじゃないかなと思って、取り上げさせていただきました。ということで、このチャンネルではこういった香港の三面禁止的なニュースや、香港に住む日本人の方々に何かお役に立つ情報が配信できたらいいなと思って、毎週月曜日から金曜日朝8時半までに配信できるように頑張っております。もしチャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録といいね評価で応援いただけるとすごく嬉しいです。ということでですね、本日ここまでさせていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん良い一日を過ごしください。チョイキンまたね。バイバーイ。